皆さんこんにちは。今日もセクシーにセトテイラです。はい、というわけでね、皆さんお菓子はお好きですか？私大好きでございまして、あのね、特にね超好きなやつがヨックモック。ヨックモックさん大好きなの。あの、わかる？このくるくる巻かれたやつ、人に送る用のお菓子みたいな感じじゃん。送ってくれた時じゃないと食べれない特別感がすごくあるお菓子っていうのでね、本当にちっちゃい頃から大好きだったんですよね。というわけで今日はヨックモック作っていきたいと思います。はい、というわけで実際に作っていきたいと思います。ヨックモックです。正式名称はね、シガレットクッキーと言いますけれども、材料はたったの5つだけです。卵1個分の卵白に粉砂糖、バター、アーモンドプードル、薄力粉、この5つです。でしかもね、めちゃくちゃ覚えやすいんですよ、分量が。薄力粉とアーモンドプードルをまず合わせたものを、まあ、一つの粉 A として、この粉 A とバターと粉砂糖、これが分量が1対1対1の割合になります。そして卵1個分ですね。でグラム的には、まあ、40g から 45g、これはね、あのいろんなところのレシピ掲載によって違います。で今回は私一番最初に全粒粉、薄力粉じゃなくて全粒粉を作ったバージョンと、2つ目が薄力粉で作ったバージョンを作りました。ただね、1回目の全粒粉分量間違えちゃったんですよね。まんまヨックモック。ほら、ちょっとバターすごいから箸でやるけど、わーわーわー、1回目のやつね、粉の分量間違えちゃった。とりあえずね、食べますね。1回目のやつだからクッキーにならなかった。ふかふかなの、固まってない感じ。うん、うんま。これもバターの暴力。あー、全粒粉美味しい。食感がすごいいろいろ出る。うまっ。これはやばい。これちょっと超うまくいったから。ヨックモック。こっちはちゃんとね、できてる。でもほとんど粉入れてない。4g。いただきます。うん。うん。これやばい。やめられない、止まらない。でも悪魔の食べ物。ちょっと壊れてるやつ食べる。もう一つ食べにけり。これね、分厚すぎた。うまっ。バクバク食べちゃうね。これすごいわ。ぜひね、ヨックモック好きの方は作ってみてください。最後レシピ載せますね。アラサーの休日、セトセイラでした。マジで見た目普通にヨックモックだよね。アウトレット買ってきたみたいな。いただきます。おいしい。めっちゃうめえ。